今すぐネットで上田金物で検索す。はい、本日は、マキタから新発売されておりますエアコンプレッサー AC462XL、 こちらのご紹介をいたします。新型のエアコンプレッサー、コンパクト、低騒音、低振動を兼ね備えたコンプレッサーとして、登場してまいりました。タンク内最高圧力は46気圧、タンクの大きさは11リッター、軽量15キロボディとなっております。ご覧いただいてますようにですね、本体の方は従来機と比べぐんとコンパクトに、クラス最小のボディとなっております。そして本体内部の方も剛性の高いケース、カバーの採用によりターミンを抑え、冷却風や吸気構造を見直し、さらなる低騒音化を実現しております。そしてさらにですね、新しく防振フローティング構造を採用することにより、エア圧縮時の振動を高耐久防振ゴムで吸収し低振動化されており、従来機と比較いたしますと振動値はなんと約 90% も低減されております。そしてこちら操作パネルの部分は、薄暗い現場でも見やすい、高機動デジタル表示とございました。電源電圧の、状態表示や、タンク内圧力、そしてこちらの方はですね、業界初のある、突出圧の方もデジタル表示となっております。それではちょっと運転してみたいと思います。こちらの方はですね、モード切り替え、なんですけれども、早打ちモード、そして静音モードとワンタッチで切り替えを行っていただくことができます。そしてこちらの方ですね、新しくですね、タンク内圧力を、3段階で、設定できるようになり、ワンタッチでですね、切り替えが可能となっております。これにより作業に合わせた効率の良い運転が可能となっております。そして最後にですね、こちらタンク内からですね、エアを排出する際のドレーンの形状も変更しております。排出口をですね、そこにしてカバーをですね設けることによりまして、排出音を低減し、粉塵の舞い上がりを防止する、構造となっております。そして、こちらのコンプレッサーですね、こちら安心のですね、年間保証の方もついております。そしてもっとエア量がたくさん必要だというお客様にはですね、こちら大容量16リッタータイプのですね、コンプレッサー、こちらの方もご用意しております。ぜひともよろしくお願いいたします。上田金物。